私ハル、事務職をしている25歳。ハルちゃん、仕事終わった？うん、もう終わる。一緒に帰ろう。こっちは同じ会社で営業をしている同期の成田。実は私たち付き合っていて、いつも帰りは一緒。でも今日は特別な日で、成田のご実家挨拶行くの緊張するのよさん。はるちゃんなら絶対気に入られるから大丈夫。婚約したばかりの私たち、今日は成田の実家に挨拶に行くのだ。緊張するから憧れのしのぶちゃんっぽいキャラで行くことにするのよさん。キプニ隊プニチョウしのぶ、鬼をプニセル毒を作ったすごい人なんですよ。キャラ違いすぎプンに。いや、いつものはるちゃんでいいからさ。ふざけているうちに成田の実家に着き、母さん、はるちゃん連れてきたよ。あら、待ってたわよ。いらっしゃい。あ、はじめまして、はるです。成田の母、エリカです。成田の家はお父さんが早くに亡くなり母子家庭だと聞いていた。そして妹が一人いるとも。優しそうなお母さんでよかった。後ろが妹さん？なんか睨まれてる？ほら、この身もご挨拶しなさい。へえ、あんたが私のお兄ちゃんをそそのかした女？え、そそのかす？ほら、この身、ごめんなさいね。それより上がって。妹さんの態度がひどく驚いたが、とりあえず家に上がることに。妹さん、反抗期なのかな？おい、この身、僕の大切な婚約者、ハルさんに、ちゃんと挨拶してくれないか。もう二十歳で立派な大人なんだからさ。二十歳？全然反抗期じゃないのよさん。だってお兄ちゃんは私のものなのに。ごめんなさいね、このみったら昔からブラッコンで、私が甘やかしすぎたのもあるんだけど。お兄ちゃん私のものとか言ってるし、ブラッコンすぎなのよさん。じゃあ私はこれで。義理の妹となるこのみさんは怒った顔のまま部屋に引っ込んでいった。気を取り直し、お母さんにご挨拶。それで、改めてだけど、ハルさんと結婚したいと思っているんだ。お許しいただけるでしょうか。もちろんよ。いつも成田からハルちゃんのことは聞いてたのよ。とっても明るくて楽しい方だって。それほどでも。クレヨンプリンちゃん？ねえ、ハルちゃんってキプニのモノマネできるんでしょ？やってくれない？じゃあ、虫の呼吸、蝶の舞、たわむれ。出た、はるちゃんの似てないキプニモノマネ。面白い。さすがね。なかなか盛り上がり、お母さんとは気が合いそうで一安心。義妹のことは気になるけれど。そして結婚準備は着々と進み、今日はドレスとタキシード選びの日だったが。わー、たくさんあるのよさん。はるちゃんなら全部似合いそうだよ。あれ？お兄ちゃん遅い。なんと、この身が待ち伏せしていた。え、どうしてこの身がここに？お兄ちゃんの晴れ舞台だから、私がタキシードを選んであげたいの。はるちゃんごめんね、この身はすぐ帰らすから。いいのよさ、一緒に選ぶのよさ。せっかく来たのに帰らすのもかわいそうだし、この身と少しでも仲良くなれたら。そう思ったのだが。わー、これかわいいのよさ。ハルさんには似合わないんじゃない？そっかな。じゃあこれ。それも似合わない。好みなら似合いそうだけど。何を手に取っても好みは私には似合わないと文句をつける。一方で、ハルちゃんこれどうかな。あ、似合ってる。お兄ちゃんさすが、かっこいい。成田のことはベタ褒め。さすがブラッコン。お客の果てに、私もドレス試着しちゃおっかな。え、それはダメなんじゃない？だってお兄ちゃんの隣にドレス姿で並びたいもん。花嫁じゃないのにドレス試着はダメでしょ。この気前、常識なさすぎて無理なのよさ。この身を倒すしかない。虫の呼吸、蝶の舞、たわむれ。またキプニプニ。はるちゃん大丈夫？ごめんね、やっぱこの身には帰ってもらおう。いやいや、大丈夫なのよさ。あ、私はあのドレス試着するのよさ。また成田を心配させてしまったのよさ。明るくしなきゃ。とりあえず私は気に入ったドレスを試着した。これにしようと思うんだけど、どうかな。わあ、綺麗だよハルちゃん。全然似合ってない。相変わらず
の実は毒舌だった。ちょっとこの実、僕の大切なハルちゃんにそういうこと言うのやめてよ。あー、この実そんな風に怒られたら悲しい。はっきり言うけど、僕はこの実よりハルちゃんの方が大事だから。え、あんたのせいよ。お兄ちゃんは私だけのものだったのに。あんたがお兄ちゃんをそそのかしたんだ。え、覚えときなさい。私はあんたなんかとお兄ちゃんの結婚は認めてないから。この実謝れ。この実はそのまま帰っていった。本当にごめん、ハルちゃん。私なら大丈夫。さ、この後は式場との打ち合わせ。元気出していくのよさ。ありがとう、ハルちゃん。こうして私たちは式の準備を進めていった。そして迎えた結婚式当日。今日は結婚式。何してるの、ハルちゃん。嬉しすぎて蝶の舞待ってるのよさ。ルンルルー。またしのぶちゃんぷんに。手作り感あふれる式にしたかったので早めに会場入りし、私たちが自分で飾り付けをした。よいしょ。こんな時岩柱くらい背が高ければ。ピメプニプンに。その時この実が現れ。お兄ちゃん、手伝いに来たよ。ね、この実。まだ参列者が来る時間じゃないし、外出といて。ほら、差し入れにコーヒー持ってきたし。その時この実が私に向かってコーヒーを。おっと、ごめんなさい、ハルさん。大丈夫、ハルちゃん。吹けばなんとか大丈夫そうなのよさ。まだヘアメイクもしてないし、衣装も着てなくてよかった。こんなんじゃ結婚式無理なんじゃない。ちょっとこの実、笑ってる場合か。わざとじゃないのに。泣きたいのはこっち。絶対わざとだろ。あんたのせいでお兄ちゃんに怒られたじゃない。はい。ああ、どうしてお兄ちゃんこんな人を選んだの。好みの方が100倍いい女なのに。ぬぬぬ、どうしてこんなこと言われなきゃならないのよさ。くまん、感情の制御できないものは未熟者、未熟者です。キプニシノブプンに。好み、いい加減にしろ。もう出ていけ。お兄ちゃんとこの人の結婚、私は認めないから。うわー、この実は成田に追い出され出て行ったのだが、まだ懲りていなかったようで。この実は結婚式をめちゃくちゃにしてやるわ。なんとドレス置き場に忍び込んでいた。あったあった、これが春の選んでたドレス。この実はハサミを取り出し、これでめちゃくちゃにしてやる。そんなこととは知らず、私たちは準備を終え休憩していた。飾り付けもいい感じにできたのよさ。そろそろ衣装に着替えようか。ん？着信？成田のスマホに電話が。もしもし？え、この実？またこの実？最近おとなしいと思ってたけど、また何か？あ、お兄ちゃん？そこに春さんいるでしょ？代わってよ。言われるがまま、私は電話を変わった。もしもし。ハルさん、忠告したのにお兄ちゃんとの結婚話を勝手に進めたんだね。結婚式めちゃくちゃにしてやるから。え、あんたのドレス破っといた。え、私のドレスを。そうよ、困るでしょ。もうドレスボロボロよ。好みの言っている意味がわからなかった。だって、え、ドレスここにあるけど。え、はあ、だってあんたが試着してたドレス、ドレス置き場で見つけたわよ。それに決めかけたんだけど、結局別のにしたんだよね。あの時ゆっくり選べなかったから納得いかなくて、お母さんに相談したら、お母さんが昔着たドレスを見せてもらって、それがとっても豪華で気に入ったから受け継ぐことにしたのよさ。え、じゃあこのドレスは私のじゃないのよさ。その時ドレス置き場にはスタッフが駆けつけたようで。そこにいるのは誰だ。なんかドレス置き場でこの実さんが大変なことになってるみたいなのよさ。行ってみようか。私たちもドレス置き場に駆けつけたのだが、そこにはスタッフに取り押さえられたこの実が。話してよ。不法侵入だぞ。ドレスもめちゃくちゃにされた。これはひどい。この実がこんなことを。警察に連絡するぞ。え、警察？それはやめて。式場のスタッフが警察を呼ぼうとした時、この実？お母さん、
お母さんが会場に駆けつけた。なんてことしてくれるのよ、あんたって子は。本当だよ、もう兄弟の縁切ろうかな。うな、お母さんは式場のスタッフさんに勢いよく頭を下げた。この度は申し訳ありません、うちの娘がドレスは弁償いたしますので、どうか。あんたも謝って。ごめんなさい。でもな、お母さんの姿を見ていられず、私と成田も頭を下げた。すみませんでした。私たちの親族なんです、どうか許してもらえませんか。ハルさん、まあこのドレスは使う予定はないし、弁償してもらうという約束で。式を挙げる私たちに免じて、どうにかドレスは弁償するということで許してもらえることになった。もうすぐ式が始まるっていうのに、こんなことになって本当にごめんなさい。いえ、お母さんにもらったドレスは無事ですし大丈夫です。何を言いこぶっちゃった。ちょっとこの身、ごめんなさい、私がこの子を甘やかしてきたからこんなことに。この子たちの父親が亡くなってから寂しい思いをさせまいと頑張って育てたんだけど、本当にごめんね、ハルちゃん。この身のやつわがままで、僕が父親代わりになれなかったから。そっか、お父さんがいなくて成田とお母さんとこのみさん3人で寄り添って生きてきたのよさ。きっとこのみさんは成田が遠くに行ってしまうみたいで寂しいんだ。ねえこのみさん、成田は私と結婚するけど、このみさんと成田が家族じゃなくなるわけじゃないよ。成田とこのみさんの絆はこれからも大切にしてほしい。ハルさん、成田も時々は実家に帰るのよさ、兄思いの妹さんなのよさ。ハルちゃん、このみさん、私のことが嫌いなら私はあまり実家に行かないようにするからね。そんな、ハルさん。そんなこと言わないで、ハルさん、あなたたち二人で家に遊びに来てちょうだいよ。そうよ、私あなたのこと優しいなってちょっと見直したんだから。まったこのみはそんな言い方をして。このみ、ハルちゃんは優しいけど僕は許していない。今度ハルちゃんにひどいことを言ったり何かしようとしたら本当に縁を切るからな。岩の呼吸で切る。岩柱プニー、分かってるよ、ハルさん、ごめんなさい。分かったならいいのよさ。そうこうしているうちにそろそろ会場の時間だ。急いで準備するのよさん。いざ虫の呼吸。出た、キプニプニー、早く準備するプニー。やっぱりハルさんって明るくていいわね。うん、それにとても優しい。お兄ちゃんにお似合いの人だわ。これから私たちは無事結婚式を挙げることができた。義妹のこのみさんも私を認めてくれたようで、式の日以来私にひどいことを言ったりブラコンをこじらせることはなくなった。そして破ってしまったドレスを弁償してくれたお母さんに少しずつお金を返しているらしい。そして私たちは無事に新婚生活をスタートさせることができた。よし、次は新婚旅行の計画なのよさ。新婚旅行では柱修行をするのよさ。キプニースパルタだね。ブラコンの義妹に認めてもらえず結婚式を台無しにされそうになりハラハラしたが、なんとか義妹とも理解し合うことができた。これからも大切な人と自分を大事にしつつ家族とも適切な距離感で付き合っていけたらと思っている。春だよ。成田です。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。私は許すけど成田は許してないっていうパターンなかなか珍しい気がするのよさ。今回は身内だしと言っても僕からするといつだって春ちゃんの方が僕より優しい気がするけどね。そうかな。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにしてこれからも応援よろしくね。またね。